したい。口だけ言うのは簡単だ、でも口だけ示すんじゃねえよ。簡単行動で見せんのがラッパーだ。ハハ、そこの違いを見せてやろう。バイブス上げるために自分のラップ、黒太い関係ラップしたらかっこに後から逆上がるもんだよ。ぶっとけりゃいいの、俺ならば楽曲のリリース、路上でライブ、明日も夜渋谷であるからちょっと遊びおいでよ。はやってんの現場ってちゃんとさ、俺ならいつだってこっから上げてんな、テンション足りてねんのは前のテクニックだ、俺に分かってないのに。さっきのカテゴライズみたいな話、今は X がどうこう、難しい言葉を使うようになったんだな。宇多田ヒカルが言うようにじゃねえよ、お前の肉声を聞かせろ。その言葉で褒めてくれないと意味がねえし、誰のようにそりゃ食らうよ。だから売れてんだよ先人たちは。すげえだろ、俺たちが暗闇の荒野に道を開く側なんだよ。いや、当たり前だろ、だからこそ食らってる、それは当たり前なんだよ。なあ、大前提の話、難しい言葉使う、最初に比喩表現つけたらどこのドイツだよ。ストレートを投げないって言い切った割にストレートを否定。なあ、変わってくって今のことじゃねえんだよ、今日から明日。当たり前だろ、いろんな音楽を聴いてくれよ、どの口で何言うかが肝心なんだろ。いや、だからこそ自分の実体験がリリックアートに変わるんだろ。いや、だからこそ自分の言葉は自分自身の鏡だろ。いや、勝たせろなんて言わねえ、ニガリ今日は俺に任せろ。あは、何が書かせろ、勝たせろ、任せろ、俺に任せろ、皆の下先もローラ、どっちが大雑魚仕掛ける俺の方が勝者。てめえのラップでスローダウン、それ同じことだろ、俺もお前もローカルでやってきた実体験、俺も言葉にしてるよ、心配ねえ。レペゼンミー、レペゼンミー、そいつはお前自分だけをレペゼンしてくれよ。俺がレペゼンするのは自分だけじゃない、ここにいる奴ら全員連れてくんだぜ。言うな、これがヒップホップ、これがフックアップ、俺一人だけの戦いじゃねえんだよ。さっきも言った、全員に分からせる、そして地元凱旋で分かってる、それは分かってるから俺も平気。だって今日はレペゼンリベンジ、言葉の通り負けた奴に恥かかせねえ。このワンマイク意地と根性、最後は精神力で言葉を上げて戦っていく。ベノムと対戦、天下分け目、喧嘩分けても意見は曲げねえ。よう、生だやっぱ、だから集まる奴らたくさんいるからな、やってるお前がピアン出せろ、違う未来を語ろう、俺とニガリをやらせろ。あいつにはまだ負けて、俺は恨み溜まってんだ、まだまだ負けねえ、この先もまず合わせろ俺と言葉尻を。いや、全員無名のとっから這い上がってるから、腹の底から俺も思いを吐いてるだけだ、願いが言いてえなら自分で叶えな。いや、やらせろって誰に対しての願いを言ってんだよ、俺は白紙の上に落とす筆、俺に勝つなんて夢のまた夢。いや、優勝候補、ここでお前はストップする、有料道路 You know see ヤマト、お前さっきまでの勢いが全然出てない、俺相手ブルテンの、こちらヒップホップで頭くるってんの、分かってんだろ、どっちがヤバいか、クイーンラスエミリーとベストの MC、 どこが俺がブルってんの、お前は東京くすぶってんの、あ、ぶって音もっと求めろ、 PV も全然出てないけどどうよ、自分の金働いてマネ、そのためクルーの名前あげるぜ、長野新春田舎のルーキー、ぶち壊すぜこのルーティー。